こんにちは、上田元井です、今回はですね、このチャンネルの視聴者さんからいただいたご相談にお答えをしたいと思います、モンキーレッドさん、男性の方ですね。最近復縁したのですが、僕と別れている間、彼女がお酒の勢いでやったらしく、すごい引っかかってしまっていて、彼氏とやるならわかるんですが、やっぱり引っかかります。以前のように好きになれません。別れるべきですか?という、ご質問です、彼女と別れている間にですね、その彼女がお酒の勢いを借りて、まあおそらくこのやったっていうのはですね、一夜限りとかですね、付き合ってもいない男性と、まあエッチをしたということなんだと思うんですよね。で、そのことが引っかかって以前のように、まあ好きになれないんだけれど、これ別れた方がいいのかどうかというご質問なんですね。とっても、辛い、ね、今苦しい状態にあると思います。食事も喉を通らないとかね。夜も眠れないという状態なんじゃないかなと思うんですよね。でせっかくこうご相談いただいて、大変申し訳ないんですけれど、僕の方からですね、この彼女と別れた方がいいのか続けた方がいいかということについてはですね、お答えはできないんですね。僕は彼女と会ったこともないし、彼女のこともよくわからないですから、続けた方がいい、別れた方がいいっていうのはこのモンキーレッドさんに、お伝えをすることはできないんですけれども、まあ少しでもね、何かこう良い方向に行くように何か、お伝えできればなと思ってこの動画を撮っているんですけれども、例えばですよ、まあこの恋愛のお話とはちょっとね、関係ないんですけれど、わかりやすい例えとして、このモンキーレッドさんと、まあ、あとはこのね、動画をご覧いただいている方々にも、質問を僕の方からしたいんですけれども、ご覧の通りですね、僕は、頭が、ハゲているんですよね。こうやってこう、反り込みが入って、頭が、ハゲているんですよ。もしですよ、今、皆さん、モンキーレッドさんとかね、この動画を視聴されている皆さんが、今から急にですよ、僕のこの、髪型、頭になったとしたら、皆さんはどう思うかを考えていただきたいんですね。まあ、ほとんどの方はですね、そんなね、頭になるのは嫌だと。で、恥ずかしいとかね、かっこ悪いっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、じゃあ実際は、恥ずかしいからとかね、かっこ悪いから、僕みたいなこう頭になりたいというわけではないと思うんですよね。よーくどうして嫌なのか考えてみていただきたいんですけれど、まあおそらく皆さんですね、この頭以外の髪型を知っているから嫌なんだと思うんですよね。例えば、世界中の男性も女性もですね、皆さんこの、髪型しかないと、この頭しかないといった場合、皆さんね、嫌だっていうふうに思わないと思うんですよね。すれ違う人すれ違う人、皆さんこの髪型だったら、まあ、それが当たり前だからね、このハゲという概念もないと思うんですよね。ところがですよ、この髪型以外に、まあ、ハゲていない、ふっさふさの髪型の人もいるしね、まあ、かっこいい髪型の人もいるから、まあ、そういう人を知っているから、そういう人と比較しているから、この頭はですね、なんか恥ずかしいとかかっこ悪いっていうふうに思うんだと思うんですね。で、まさに今のこのモンキーレッドさんが悩んでいる状態と一緒なんですよね、これは。彼女が他の男性と一夜限りを過ごしてね、こうエッチをしたから、モンキーレッドさんは悲しいんじゃなくて、その一夜限りを過ごさない
女性も知っているから、そこと比較した時に、ああなんか辛いなって思っちゃうんですよね。もし世の中全員が通らなければいけない道だったとした場合にね、付き合った相手と一回別れて、でその相手が一夜限りで他の異性とエッチをすると、でそういう流れがもう世界中の人全員がそうだとしたら、それがもう当たり前だから、モンキーレッドさん悩むことはないと思うんですよね。ところがそれは当たり前じゃないと、そういう違った人もいると、その他のね異性と一夜限りを過ごさない女性もいるということを知っているから、そこと比較してね、辛い辛いって、思ってしまってるんですよね。僕のこのハゲている頭を見て、もしねこれが生理的に受け付けないと言うんだったらしょうがないんですよ、それはね。それだったら、まあ他のね人を探せばいいと思うんだけれど、結局この例えばね、こうハゲているっていうことを怖がって、まあいろいろなこう気配薬っていうのかな、なんていうのか、育毛剤かな、育毛、いろんな育毛剤を試すように、いろんな女性を試したとしてもね、絶対に、裏切らないっていうことは、あの 100% 裏切らないってことはないんですよね。どんなにいろんなこう育毛剤を試したとしても 100% 髪が生え続ける、一生生え続けるなんてことは、おそらくないと思うんだよね。それと一緒で、どんな女性と付き合ったからといって 100% ね、他の男性に気持ちがいかないとか、浮気しないとかね、他の男性と体の関係を持たないかっていうことを 100% 約束されてる相手なんていないんですよね。で、そこを怖がることによって何が問題なのかっていうとね、まあ、単にその彼女が他の男性とね一夜限りを過ごした、そこが生理的に受け付けないっていうだけだったらいいんだけれど、そこは本質的な問題ではないんですよね。悩み事っていうのは一つ解決してもまた悩み事ってできてしまうんですよ。例えば、頭がハゲていたとしてね、もしカツラをかぶってそのハゲではなくなったとした場合にね、そこだけで済めばいいんだけれど、人っていうのはまあ不思議なものでね、今度ハゲが解消されたら自分の鼻が気になったりとか、目が気になったりとかね、いろいろなところが気になり出す、ものなんですけれど、それが、怖いんですよね。その浮気相手から浮気されるのを怖がるがあまりにね、本来であれば浮気しない人まで浮気をされてしまう場合があるんですよね。例えば、過去に浮気をされたからといって、それが怖いからといってね、相手を監視するようなことをしてしまったり、束縛してしまって、相手がそれでストレスを感じて、浮気する可能性の低い人に浮気をされてしまうっていう場合もあるんですよね。ですから、この、彼女が一夜限りのその男性とね、そういう体の関係を共にした、そのことだけが本当に生理的に受け付けないというのであれば、きっぱりそれで、まあ別れるっていうのもいいと思うんだけれども、本質は、そこではないんですよね。もし生理的にそこだけっていうんだったら、そこできっぱり別れれば、いいんですけれど、彼女、その彼女がその一夜限りの、男性とね一夜限りを過ごす前と後で、彼女であることに変わりはないんですよね。例えば、僕がですね、僕もあの元からハゲてたわけじゃなくて、若い頃は髪がすごいあのふさふさだった時があるんですよね。で、僕がハゲる前とこのハゲた後で、僕であることには変わりはないんですよね。このモンキーレッドさんは、僕のねここの部分をじーっと見てるのと一緒なんですよね。彼女が、
その他のだ、えーじょえー、男性と一夜限りを過ごしてしまったっていうところだけをもうじーっと見ちゃって彼女の他の部分が見えなくなっていること、これが、問題なんですよね。モンキーレッドさんが僕にこう相談されるときにですね、僕のこのなんていうかこう反り込みの入ったねこうハゲている頭を見てそこだけを見て相談してきたっていうことはないと思うんだよね。確かにこの僕はハゲているけれど、例えば僕の、プロフィールを見たりとかね、他の動画を見て、僕のいろんなところを、見て、あ、この人になんか相談してみようって、おそらくそう思ったんじゃないかなと思うんですよね。ここだけを見ていたらわからないことってあるんですよね。だから、人にはね、欠点とか知られたくない過去って誰でも、あるものなんですよね。だからそこばっかり見るようにしてそこを怖がってしまうとね、違う問題が起こってしまうので、彼女がしてしまったその他の男性とね一夜限りの関係を持ってしまったっていうね、そこが生理的に受け付けないっていうのであれば、そこだけで別れるっていう選択のいいと思うんだけれど、このモンキーレッドさんが彼女の底の部分だけではなくて他のいいところも、見られるかどうかということなんですよね。でもしね、彼女のことが好きで、他のところも、いいところもね、見られるって言うんであれば、続けていってもいいんじゃないかなとは思うんですよね。そのあたりで、判断されたらいいんじゃないかなと思うんですよね。あまりにも、ここの部分だけ見すぎなんですよっていうことを、お伝えしたいなと。まあ、ね、そういう関係になって気にならないっていう人はいないから、これは仕方がないことなんだけれども、繰り返しますけれどね、その一夜限りを共にする前と、した後で、彼女が彼女であることに変わりはないということなんですよね。まあ不安にさせるようなことを言って本当に申し訳ないんですけれど、もしかしたらですよ、彼女はこの先も、浮気っていうかね、他の男性と、体の関係をね、共にするようなことが、もしかしたら、ないとは、限らないですよね。ただ、そういうところばっかり怖がって、彼女に対してね、こう束縛をしたりとか、監視するようなことを、まあしないと思うんだけど、モンキーレッドさんはね、しないと思うんだけれど、そこを怖がるがあまりにね、違う問題が起こってしまうっていう場合もありますから、今日お伝えしたところでね、振り返ってみてね、判断していただければなと思います。